松下幸之助さんがダム経営の重要性について話した講演会でのことです。その聴衆の中に京セラの創業者である稲盛和夫さんがいました。講演が終わり質問タイムとなり、ある男性が松下幸之助さんに質問しました。その内容は、ダム式経営ができれば確かに理想です、しかし現実にはできない、どうしたらそれができるのか、その方法を教えていただきたいと。すると松下幸之助さんは、ダムを作ろうと強く思わんといかんですな、願い念じることが大事ですわと回答されました。その回答に多くの聴衆が失笑する中、稲盛さんは今まで感じたことがないほどの衝撃を受け呆然としたといいます。その理由は、今までの経営というものへの思いを反省したからでした。強く願い念ずる強烈な熱意、それほどの思いは今までの私の経営にはなかったと。後に稲盛和夫さんは、今日の京セラがあるのは松下さんのおかげと話されています。